皆さんごきげんよう、上川香織です。今回取り上げるのはあの国からの日産の撤退報道について取り上げていきます。今あの国ではボイコットジャパン運動というものが行われています。これは日本製品を買わない、使わない、そして日本には行かないといった具合にして日本を排斥しようという運動のことです。この運動の一環で日用品であるとかビールであったりとか車であったりといったものもターゲットになっています。今回日産のターゲットになっているのは当然のようにして車です。日産が一体どのような状況になったのかということをまずは記事でお聞きください。日産自動車撤退を検討。イギリスファイナンシャルタイムズ紙は関係筋の話として日産自動車が撤退を検討していると報じた。日韓関係の悪化を受けて日本製品に対する不買運動が起きており、日本の自動車メーカーの販売台数は8月は前年同月の半分以下にとどまった。日産も大きな打撃を受けており、輸入自動車協会によると日産の8月の販売台数はわずか58台で前年同月比 88% 減少した。関係筋によると日産はグローバル事業全体の刷新の一環として自動車の販売とマーケティングをやめることを検討。日産では過去数ヶ月間にわたって自動車販売を続けるべきかどうかを検討してきたが、関係の悪化を受けて議論が加速しているという。ボイコットジャパンの影響で日産自動車の販売台数が大幅に下がったということなので、これによって撤退を考えるというのは自然な流れでしょう。しかしこの記事の中で驚くのは、そもそもの日産自動車というもののポテンシャルを考えると、日産で営業を続けるのはまず無理だったでしょう。というのもマイナス 88% という数字も大きいのですが、1ヶ月で売った台数というのが58台しかなかったというのも驚きです。どこか大きな中古屋さんチェーンであればたった58台といった以上の数を売りさばいているでしょう。といった意味において、日産はあの国での販売網というものが非常に弱かったということが考えられます。ですからこれを機会にして撤退するというのはむしろ遅すぎた決断かもしれません。しかしこれによって一体誰が一番損をするかといえば、当然のようにして現地の社員の人たちです。ボイコットジャパン運動をしているのもあの国の人たちですが、同時にこれの被害を受けるのもあの国の人たちです。一体これは一体誰のための運動だったのでしょうかということを言わざるを得ません。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。ニュースについてはここまで。ここからは余談になります。今回取り上げる余談は、お隣の国をどう表現するかについてです。私のチャンネルではお隣の国についての動画がたくさんあります。しかしそれらについては数多くの不適切規定を受けてきました。それらについては審査をお願いして審査が OK になるという形をいちいち取っているのですが、どうも最近の動画ではもう投稿した瞬間から不適切指定がかかるようになって、もう完全に私が上げる動画というのは危険物扱いになっています。それというのも、おそらくは私があの国に対しての意見を言っていること自体が問題視されているからだと私は受け止めました。 YouTube の規則の中には、政治的な対立やもしくは政治的に物議を醸すような発言をしてはならないといった項目があります。私の動画というのはその項目に該当するかもしれません。そのため今後はあの国についての表現というのは、今口にしたようなあの国であったりイニシャルの K といった表現をすることによって、もうあの国についてははっきりと書かないようにしようかと思っています。表現が少し曖昧な部分が出てくるので、そのために少し分かりにくい動画にはなってしまいますが、ぜひとも皆さんの中では、ああ、あの国のことを言っているんだなということを想像しながら話を聞いてくれると嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をして、また見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。